こっから6時間ぐらいかかるって、まあ、ちょっと、みんな。だってもうバッジ手に入れたんだよ。あと、ダンテぶっ潰しに行くだけじゃないの。ね。ダンテぶっ潰しに行って終わりじゃん。さてさて、続きありますよ。これ、出ればいいのかい？普通に。出ればいいんだよね。ちょっと何が、マジで何が起きんの？こっから。あとダンテぶっ潰すだけじゃん。ちょっと、全部バッジ手に入れたのに、そう、キバナさんに勝ったよ。あ、そっか、ダンテさんと同じ、そういうことか。なるほどね。あとはダンテをぶっ潰すだけなのにね。これからなんか長々とストーリーがあるらしいから、何？はい。キバナさんに見事勝利。ありがとうございます。チームチャレンジ突破。ああ、チャレンジは突破したけどもの話？ありがとう。きちんとお祝いしたいけど、あなたの話も聞いてよ。何？なんだ？ナックルシティの光。大昔、巨大なポケモンが暴れ回り、ガラル地方を滅ぼしかけたとされる。ブラックナイトと同じですね。あー、そっか、全然その辺の謎解けてなかった。あー、そりゃそうだ。うん。ダンテ潰して終わりじゃないな。全然その辺、何も解明されてないし、伝説ポケモンすら出てきてない。あー、忘れてた。ここまでが前座。あ、なるほどね。あ、前座。地上に落ちた願い星から溢れ出るエネルギーを使ってポケモンをダイマックスさせています。ああ、そうなんだ。ってことはこの地方でしかダイマックスができないってことやんな。ですが、私たちはエネルギーを制御する方法は知りません。うわ、なんかそれ暴走するパーティー。それこそ2人の英雄とは何なのか分かっていないからです。分かってないの？伝説の剣と盾。愛しいソニア、あなたに白衣を渡して。ああ、マグノリア死ぬのか？お前死ぬのか？え？なんか死にそうなんだけど大丈夫？このおばあちゃん。むしろ終わらせるためです。お前死ぬのか？ちょっと不穏すぎる。不穏すぎる。やめて。あら。あら、あら、まあ、ここはこう、あんまかっこいいかな。ちょっと照れてる、かわいい。何？何、ソニア。はい、かわいい。この照れてる感じ、かわいい。ブラックナイトからガラル地方を守った2人の英雄。今、あなたが口にした伝説の剣と盾についての真実を解き明かしてくださいね。おいおいおい、丸投げ。笑った。はあ。あなたやホップがダンテと戦うの？みたい。まあ、そうだよね。あとはお姉さんに任せて、あなたはシュートシティ？あお？シュートシティ？シュートシティに行くの？何しに？いや、絶対さ、シュートシティに行くまでになんか起きるって、それは。それはなんか起きる。あ、めっちゃ歓迎されてる。有名人じゃん。トーナメントか。あ、トーナメントね。あ、ありがとう。え？シュートシティってどこ？ナックルシティ駅から。ああ、電車に乗ればいいのね。なるー。こっちかな？電車乗るの久々じゃない？てか、ホップって勝ったの？結局、キバナに。どうなんやろうな。あいつ勝ったんかな？ゴーゴー。ゴーゴーカレーみたいに言うな、お前。あ、こんなところにもなんか似たような店員な。勝ったの？ホップ。おー、キバナ弱だとしたら。だとしたら弱すぎんか。あ、キバナも来てる。びっくりした。
お前はチャンピオンと違って騒がしい。確かにな。だが、キバナからドラゴンバッジを勝ち取った実力は本物。嵐のような勢いにはさすがに俺も気圧されだ。え、キバナクソ弱くない？だとしたら。うん。チャンピオンカップのトーナメントに勝ち上がり、ダンテと戦い。あ、トーナメントね。うん。本命は俺、対抗は言うの？キバナさんとの勝負で学んだことどんと出し切る。はい。なんだ、ホップが勝ったのか。大したことねえな、お前。わあ、久々の電車。うわ、この感じめっちゃ久々やん。最初の方に見たやつ。いよいよシュートシティ。でっかいタワーやモノレール、いろいろ気になるけど、ガラルの、いや世界のみんなが注目するからな。へえ。シュートスタジアムで最高の試合をしようぜ。絶対その前に起きるって。あ、無事に着く。本当に無事に着く。あ、無事に着いた。なんか一瞬よぎったんだけど、なんか電車が爆発事故みたいな。一瞬よぎったけど全然違ったわ。大丈夫だった。なんか珍しいものは、珍しいものはないですか。オッケー。ね、シュートスタジアムって通称金作スタジアム。マジで金作できんの。わ、寒そう。10番ロード、まるで雪の壁。はあ、いやー、氷タイプか。氷タイプか。はい。チャンピオンカップまでにバシッと成長できるかだな。俺は俺自身とチームメンバーのポケモンたちの伸びしろってやつ信じて。伸びしろですね。はい、伸びしろですね。誰が言ったんだっけこれ。急になんか出てきたけど、誰が言ったんだっけ。伸びしろですねは、この有名なセリフだっけ。ああ、なになになに、あー、きっしょいバリアの、きっしょいね、きっしょい、きっしょい、きっしょい。バリアードが希少すぎて希少しか出てこん。どうしよう。なんかマグノリアは絶対ない。ホップも絶対ない。ローズはパワーポイントおじさんは何も知らないおじさんだと思う。でもローズがなんか裏で手引きじゃないけど、わーおー、ローズが裏で手引きしてるとか、ちょっとパワーポイント、ローズじゃないや、オリーブか。オリーブがローズの目を盗んでやらかしてるとかありそうなんだけど、ないのかな。いや、ダンテはチャンピオンだから最後の最後で戦うのはわかるんだけど、いや絶対ね、これなんか黒幕かなんかいるでしょ、事件かなんかの。てかバリアード、お前メスなん、お前この顔でメスなん。いや、ないわ。解釈フィッチすぎるわ。今、びっくりした。気持ち悪いな、お前。多分、一生言うと思う、私。いや、もう絶対戦わんといけんの、しんどい。え、これなんかさ、雪なだれ起きない？大丈夫？あ、なんかすげえ待ち構えられてる。え？なに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 ？怖っ。すげえ待ち構えてるじゃん。すげえ歯白。この顔好きだな。キラッキラの目でその顔するのちょっとギャグ線高いな。おもろいな。お得な掲示板。ポケモンの体内から放たれた特殊なパワーは周りの空間を歪ませポケモンを巨大に見せます。これをダイマックと言います。ああ、じゃあ知ってる知ってる知ってる。今その看板あの、ああ立ってくんなってマジで。なんか色違うくない？え、オスとメスで色違う？え、あれ触覚の色。あ、気のせいにも程があった。気のせいにも程があったわ。あれ、触覚の色この色だったっけと思っちゃった。いやー、こいつなんか色違い、触覚の色変わりそうやな。触覚か耳か知らんけど。あ、はいんや。
てかバリアードってさあれなんやね、氷タイプなんやね。よいしょ。おまわりさん？違う、郵便屋さん。なんかサボっとる。あ、なんか機関車トーマスの駅員に出てきそうな雰囲気あるな。合ってるかな、こっち側で。あ、ニャースか。いらん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 、おるからおるから、いいいい、ついてくな、ついてくな。なんかやったら、おわー、ツンベア。え、なにこいつ、なにこいつ、なにこいつ、え、なにタワータワー。あ、これさ見たことある、捕まえてた。これあれじゃん、あれジムリーダー出してこんかったっけ、この進化系。あれこれだったっけ。そうそうそう、キバナ戦で見たやつやん。そうそう、普通に捕まえてた、痛い。あ、出現率低いんだ。痛い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 、あられ痛い。こいつがダイマックスになったらあれでしょ、タワーになるでしょ。巨大マックス、あ、進化じゃなくて巨大マックスか、なるほどな。なんで高級タワーになるんだろうね。高層タワーか。え、これツンベアおったよな、ちょっと待って、ツンベアおった気がするな、おらんかったっけ。あら、おったやん。やっぱりこの辺やっぱ捕まえとるな。もう野生のポケモンがレベル55だって、みんな。55ってえぐくないっすか。てか、あれか。レベルの進化が高くなったのって、すげえ目がいいな。戦いたくないなと来るな、もう。OK。これも多分見られるんだよな。だよな。目いいな、ここのやつら。こんな寒いところでずっとトレーナー待ってるのやばいだろ、お前ら。うわ、待って待って待って、妖怪ウォッチで絶対出てくるって、この顔。見たことあるもん、これ妖怪ウォッチで。え、ヒヒダルマだ。あ、ヒヒダルマの、あ、マジで、あれの進化系、これ妖怪ウォッチじゃん。え、なんだっけこいつの顔。あ、妖怪ウォッチのどれだったっけ。あ、忘れた。見たことあるもんな、妖怪ウォッチ。見てない私でもわかるもん。お、終わった、やっと終わったぜ。なに、ポケモンが急に出てきて急に消えた。今急に消えたって。